中学受験のリスタート、たかしです。今日は平面図形と比の3回目、台形と三角形について考えてみようと思います。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。さあ、まず基本問題だ。今、A と E の平行線があります。この間に三角形と台形と平行四辺形が並んでいる。この3つの図形の面積の比を出してくださいっていうことだ。で、この3つの図形なんだけど、この A と E が平行なんだよね。っていうことは、この3つの図形には共通点があります。何かわかるかな？そうだよね。これ、高さが等しいっていうことになっています。さあ、そうすると、1つ目の考え方はね、これらの図形が三角形の集まりって考える方法があります。どういうことかっていうと、三角形っていうのは、こんな風に、頂点からズバッと切れ目を入れて考えたことがあったよね。そうすると、底辺の比が2対3だったとしたら、この2つの三角形は高さが等しいんだよね。だから面積もやっぱり2対3になるっていうことが言えてました。つまり、高さが等しい三角形は、底辺の比が面積の比になるっていうこと。すると、この図形なんだけど、もちろん一番左は底辺が5センチの三角形っていうことになります。そして真ん中の台形はこんな風に対角線を入れて考えてみましょう。そうすると2つの三角形が合体したものって考えることができるよね。6センチが底辺の三角形と3センチが底辺の三角形っていう風に考えることができます。同じように平行四辺形も対角線を入れてみましょう。この場合はここにできた2つの三角形は両方底辺が3センチっていうことになるわけ。ということで、これらの面積の比は5対3たす6対3たす3っていうふうに考えることができます。こんなふうに答えが出てくるわけ。そしてね、まあ同じことなんだけど、ちょっと違う考え方があります。これはどういうことかっていうと、これ3つとも台形って見なす方法もあります。で、真ん中は正真正銘台形だよね。台形の面積は上底たす下底かける高さ割る2で出てくるんだったよね。じゃあ平行四辺形はっていうと、これはこんな風に考えてみると、上底と下底の長さが同じ長さの台形っていう風に見なすことができるよね。つまり面積は3たす3かけ高さ割る2っていう風に見なすことができます。じゃあ三角形はどうするのかっていうことなんだけど、これはね、上底をこんな風にシュ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 ッと短くして考えると、上底の長さが0センチの台形って見なすことができるじゃん。つまり0たす5かける高さ割る2っていう風に見ることができます。するともちろん高さが全部等しいんだよね。高さ割る2の部分は一緒なので、面積は上底と下底の高さの和、これが面積の比になって出てくるっていうことになるわけだ。さあ、じゃあこれを使った別の問題を解いてみましょう。今全体は長方形です。ここの長さが分かってるんだよね。で、この中に2本の平行線があります。で、この時あ、い、うの面積の比が6対3対2っていうふうに分かってるわけ。 GD の長さを出してくださいっていうことだ。さあ、そうするともちろん長方形だから上と下が平行だよね。で、問題の条件からこの部分の斜めの線も平行っていうことが分かっています。ということは、このあ、い、うの図形はそれぞれ、あは台形っていうことになるよね。で、いは平行四辺形、うは三角形っていうことになります。で、この3つさっきとよく似てるよね。すべて高さが等しいっていうことが言えるわけ。するとこの分かっている面積の比っていうのが何を表すのかっていうと、底辺の合計っていうことになります。上底足す下底の比を表しているっていうことになります。そうするとあの台形の場合、上底が AG だよね。で、下底が BE です。この2つを足したものが6に当たります。で、平行四辺形は上底と下底の長さが同じ台形なんだよね。つまり GD と EF を足したものが3っていうことになってるわけ。そして三角形は FC が底辺です。この部分が2っていうことになります。さあ、そうすると割合で何がわかるのかっていうことなんだけど、この上と下の長さの合計44センチっていうのが
6+3+2 に当たるっていうことになります。ということは4センチが丸の1の長さっていうことになるよね。そして求めたい GD っていうのは平行四辺形の底辺、つまり上と下の長さが等しい台形なんだから GD の長さは丸の 1.5 っていうことになるでしょ。ということで答えは 4×1.5、 6センチっていうのが答えになるわけ。もう少しこれに関した問題も解いてみましょう。今度はね、全体が台形です。そして上底と下底の長さが分かっていて、求めたいのは DE と EC の長さの比です。もう一つ条件が分かってて、この BE の線っていうのが全体の面積を2等分してます。だからこの三角形の面積とこの四角形の面積は等しいっていうことも言えるわけ。さあ、じゃあ問題考えてみようか。ただね、面積が等しいって言ってもね、こっちの三角形はまあいいんだけど、四角形の面積ってすごく使いにくいんだよね。そこでどうするのかっていうことなんだけど、今上底と下底が分かってるんだよね。で、このことから面積がなんとか分からないかっていう発想になるわけ。するとこの BD に対角線を入れてみましょう。そうするとこの上にできた三角形と下にできた三角形は高さが等しいっていうことになるよね。高さが等しい三角形は底辺の比が面積の比、つまり5:9っていうのが面積の比となるということになります。じゃあもうわかるかな。この 5+9=14 っていうのが台形全体の面積っていうことになります。するとそう、この BE の線が2等分してたんだよね。つまり 14÷2 の7っていうのが EBC の面積っていうことになるわけ。さあ、じゃあ翻ってこの DBC の面積は9だったんだよね。そしてこの DBC と EBC は高さが等しいわけだから面積の比が底辺の比になります。DC の長さを9としたときに EC の長さは7っていうことになるよね。ということで DE は 9-7 の2に当たるっていうことになります。答えは2:7っていうことになるわけ。ではまとめます。高さの等しい三角形や台形、これらは底辺の長さの合計っていうのが面積の比になるっていうこと、これ非常によく出てくるからしっかり勉強して身につけましょう。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。